はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今回は大谷選手について話していきますが、エンゼルス今季はかなりいいスタートを決めて、これは結構いいチームなんじゃないのかなと思ったんですがね、貯金10からまさかの14連敗を喫して一気に転落。序盤に勝ちまくったおかげで、これだけの大型連敗をしてもなおまだまだプレーオフ狙える位置にはいるものの、貯金をここで一気に吐き出してしまったのがこの後のシーズンにどう影響してくるのか。そしてチームの調子が悪いと当然こういった話は出てきてしまいますが、昨年勝ちたい思いを見せていた大谷選手が今後もエンゼルスに残るかどうかという話。大谷選手は来季2023年シーズン終了後に FA となる予定で、近年の二刀流としての活躍を考えたら FA 市場に出れば総額3億ドル、4億ドル規模の契約を手にしても全くおかしくはないでしょう。エンゼルスとしてもどうにかこのスーパースターを残留させようとこれから努力はすると思われますが、ただまだ今のところ契約延長の話は具体化せず、二刀流を継続する上でも大谷選手と歩んだ4年間で様々なノウハウを得たエンゼルス以上の環境はおそらくないと私自身は考えていますが、ただ今季と来季のエンゼルスのチーム状況次第では FA で他球団に移籍する可能性も全くのゼロではないといったところでしょうか。で、まあその関連でフライデーの記事なのでどこまで真に受けていいのか分かりませんが、 MLB の選手名鑑を毎年出されていることでもおなじみ友成ナッチさんがこんなコメントを出していました。大谷選手がエンゼルスを離れる場合、考えられる移籍先がマリナーズ、移籍先の候補がマリナーズ、マリナーズ、マリナーズファンですが、読みながら、いやさすがにそれはないんじゃないかなと内心突っ込んでしまいました。個人的にはそれくらい大谷選手のメジャー来てからの活躍ぶりを見たら、まあ少なくとも全盛期のうちにマリナーズに来ることは様々な理由からまずないと思っていましたし、マリナーズが手を出すこともないと思っていました。なのである意味自分にはない発想で、なるほど旗から見ればその可能性があるのかとも思わされましたね。確かにマリナーズは大谷選手獲得に向けてかつては熱心に動いていた球団ではありました。大谷選手がメジャー挑戦を表明した2017年オフには、球団の総力を挙げて大谷選手をどうにかシアトルに呼ぼうと努力していましたし、編成トップのディポトさんも相当彼のことを気に入っていたことはコメントの節々から伝わってきました。当時25歳未満だった大谷選手に使える契約金は、中南米から来る選手らと同等に各球団一定の制限が設けられていたため、マリナーズは大谷選手への契約金を少しでも増やすことを目的に制限を引き上げるためのトレードも複数敢行。イチロー選手に代表されるように数々の日本人選手が成功を収めてきたこともあり、大谷選手のマリナーズ入りは当時かなり有力視され、契約先のファイナリストにもどうも入っていたとされますが、振られると、それだけ努力してもうまくいかないあたりが実にマリナーズですが、2年後もフロントの陣容が変わらなければ、ディポトさんが、まあ、6年越しの思いを成就させに行く可能性も確かになくはないのかなと。またマリナーズというか大体の球団かもしれませんが、大谷選手の才能はチームに大きなインパクトをもたらしてくれることでしょう。昨年46本のホームランを放ち、 MLB 屈指のスラッガーとしての活躍を見せながら、マウンドでは23先発で防御率 3.18、 リーグ屈指の強打者とエース格のピッチャーをいらないというチームはなく、それを一人の人間がやってのけているわけですから、なおすごい。マリナーズの本拠地 T モバイルパークはライト側が比較的狭めなので、左打者の大谷選手はそこもフィットするかなと。また2年後のマリナーズのローテーションにはギルバート、カービー、レイ、マルコ・ゴンザレスの4人が並ぶ予定で、そこに大谷選手も加われば、それはもう夢のようなローテーションですよ。今季中に MLB では投手のロースター上の登録人数が13人までに制限されるかと思われますが、大谷選手は二刀流登録であることから投手扱いとはならず、ロースターにもう一人ピッチャーを足せる編成面のアドバンテージもまたプラスなんじゃないのかなと思いますね。ただじゃあなんでマリナーズが現段階で来季オフに大谷選手獲得に動かないと考えているのかと言いますと、まず6人ローテーションをマリナーズが別にやりたがっているわけでもないから。先ほどマリナーズがかつて6人ローテを採用していた点が移籍先の候補となる理由に挙がっていましたが、確かに2020年と2021年の前半戦にマリナーズは6人ローテを採用していた時期はあったものの、あれは特殊な事情があったからという側面が大きいですよね。2020年はコロナ感染拡大で開幕が延期となって、シーズン前の調整期間も十分になく、そもそも再建中のシーズンだったのでピッチャーに無理をさせる必要もなかったことも含め、故障を防ぐ意図があったことでしょうし、昨年の前半戦も2020年どのピッチャーもまともなイニング投げてこなかったので、負荷を軽減させようという思惑があってのこと。MLB で5人まともな先発ピッチャーを集めるだけでも大変なのに、6人となればその苦労は増す上に、ローテ上位格の登板機会も減ってしまいますので、勝負を仕掛けるシーズンではデメリットも多い印象です。事実今季のマリナーズは開幕から5人でローテーション回していますしね。採用経験はあれどわざわざやるか、やりたいかはまた別問題と考えています。
また DH の枠が縛られてしまう点もマリナーズにとっては嫌なんじゃないのかなと。近年のマリナーズは DH を使ってレギュラーの野手の負荷を軽減させようとしていて、特に昨年は2年ぶりに怪我から復帰したハニガーをちょくちょく DH 起用させて、定期的なリフレッシュが怪我予防につながっていたと思いますし、今季もすでに実に12人の選手を DH でスタメン起用しています。DH のルールに何らかの制限が設けられない限り、おそらく今後もマリナーズは DH を休養手段の一種として使い続けると思いますので、大多数の試合で DH が大谷選手となってしまう事態は今のフロントの考えとはやはり合わないのかなと。ちょうど今季のエンゼルスも怪我明けのトラウトやレンドーン、さらにウォードと本当だったら体のことも考えて元 DH を挟みながら休ませたい選手たちがいながら、大谷選手がいるがゆえに積極的に DH では使えず怪我につながってしまった部分も多少なりともあるとは思うんですよね。DH は守備力に関わらず誰でも入れる便利なポジションなので、ここの柔軟性が損なわれてしまう可能性が高いのは現場の運用も難しくしそうですかね。あとはそもそもマリナーズにそんな大谷選手クラスのスーパースターを獲得するためのお金ないでしょうという根本の問題ですね。マリナーズの年俸総額が最も高かったのは2018年の約1億7000万ドル。大谷選手の年俸は FA で移籍した後は3500万ドル、下手したら4000万ドル近い水準になるかもしれませんが、そうなると一人で総年俸の2割以上を占めてしまうと、これから年俸調停を迎える主力選手が増える中で、どう考えてもマリナーズが賄える金額ではないですよね。トラウトやレンドーンなどの大型契約の縛りがあるとはいえ、エンゼルスが断念するレベルの大型契約をマリナーズが結べるはずもないですから、派手にお金を使うのはドジャースやメッツの仕事です。まあマリナーズじゃないですよね。またディポトさんが編成トップになってからマリナーズが FA 選手と結んだ5年以上の長期契約がロビー・レイだけで、長期契約、大型契約を極力絞ったチーム作りを目指している点もまた可能性を下げそう。こういった諸々を考慮するとマリナーズに FA で大谷選手が来ることはまずないんじゃないかなと思っているわけです。大谷選手は勝ちたい意欲も示しているわけで、今季と来季どうなるかはまだわからないにしても、ここ20年間一度たりともプレーオフにすら進んでいないチームである点も、大谷選手側から見たらマリナーズという環境はよくは映らないでしょう。もちろん世代を代表するスーパースターと呼ぶにふさわしい選手がマリナーズのユニフォームを着てくれるならこれ以上に嬉しいことはありませんが、あまり現実的ではないのが率直な感想ですね。勝てるチームでかつお金も用意できる球団となると、ドジャースくらいしかまともな候補は思い浮かびませんが、エンゼルス残留の線も含めて果たして来季オフまでに大谷選手はどんな選択を下すのでしょうか。まあもちろんこの動画がある種のフラグとなって、来季オフに大谷選手がマリナーズにやってきた際には、今まで打たれた記憶、抑えられた記憶など忘れて全力で喜びますけどね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。